北アフリカにおけるドイツ兵ドイツアフリカ軍団所属の対戦者部隊の抗軍ドイツアフリカ軍団は第二次世界大戦中に地中海沿岸のイタリア領リビアに派遣されたドイツ国防軍部隊の名称の一つである。なお、アフリカ派遣軍部隊のすべてがドイツアフリカ軍団に属していたわけではない。エルビン・ロンメルの指揮により大きな戦果を挙げた。 ドイツアフリカ軍団の戦闘の詳細は、北アフリカ戦線を参照。北アフリカでのスリー号戦車1940年9月、イタリア領リビアに駐留するイタリア軍は、ローマ帝国の再来を夢見て、イギリス領エジプトへの侵攻を開始した。しかし、攻勢は12月から、イギリス軍の反撃により頓挫し、1941年1月、イギリス軍は逆に、 リビアの切れない価値方を占領し、2月6日にはベンガジを占領する。このイタリア軍の敗北を受けて、ドイツ国防軍最高司令部は、地中海、アフリカ方面に兵力を展開することを決定し、エルヴィン・ロンメルを指揮官としてニコ師団を、ドイツアフリカ軍団と名付け、イタリア軍救援のために派遣した。なお、この時点ではロンメルには、イタリア軍を指揮する権限はなかった。 ニコ師団しかなかったアフリカ軍団から始まったアフリカ戦線にドイツ国防軍部隊の投入が増加するに従い指揮系統を明確にする必要性が認められイタリア軍を含む数軸軍としての司令部が設けられるようになった1941年2月12日ロンメルは初めてイタリア領リビアに足を踏み入れるが第5系師団をもって イタリア領リビアに侵入したイギリス軍をベンガジ、メキリ、ガザラに打ち破り、4月29日にワトブルクを包囲し、さらにイギリス領エジプトの国境の要衝のハルファや峠に兵を進める。ロンベルがイタリア軍部隊の一部として当初思いがけない、作戦の成功を収めた後、ドイツ国防軍最高司令部は、アフリカにより大きな作戦司令部を設ける必要性を感じ、 アフリカ総攻集団を設けた。1941年8月15日にロンメルは同総攻集団の司令官に任命され、2個のドイツ軍師団からなるアフリカ軍団の指揮権をルートビヒ・クリューベルに移動した。こうしてロンメルはアフリカ軍団のみならず、その他のドイツ軍部隊に加えてイタリア軍の2個軍団を指揮することとになる。1942年1月30日、 アフリカ総甲集団はアフリカ総甲軍と改名される。1943年2月、ドイツ・イタリア総甲軍はアフリカ軍集団と改名されて、アフリカ戦線の最終段階であるチュニジアの防衛に当たる。アフリカ軍団を含むアフリカ軍集団は、イタリア第一軍に、3月には第5総甲軍司令官、ハンス・ユルゲンホン・アルニムに指揮権が委譲され、 5月13日に連合軍に降伏、アフリカにおけるドイツの戦いは終わる。北アフリカにおける通号戦車これら司令部は、その存在を通じてよく知られたアフリカ軍団、他のドイツ軍部隊やイタリア軍部隊を指揮した。以下の一覧は、レクシコンデア、ベアマハトでから抜粋した。日付は一部修正した。1943年2月、ありがとうございます。